にやってまいりました。このマテーラはですね、まだ日本人にはメジャーではない、ミラノとかベネチアとかローマとか、まあそういったところね、メジャーとかありますけども、このマテーラはまだまだ知る人ぞ知るという、そのようなスポットです。1993年ですかね、世界遺産に登録されたマテーラの洞窟住居群という場所です。で、そこからまあ結構人気が出てきて、一番最近では2019年にヨーロッパ全体の文化首都としてセレクトされたと。他にもこのマテーラは映画の舞台になってるんですね。まあ例えば昔の映画だとベンハーとか、あとはメル・ギブソンが作ったパッションとか、まあ昔の住居そのままですからね、そのような形で使われてますし、あと一番最近では今まさに皮切りされた No Time To Die 007 の最新作の舞台がこのマテーラです。結構素朴な地味な場所なんでね、派手さがない場所なんで、お年寄りとかご年配の方、結構ツアーで来られている方多いですね。あんまり若者の姿を見ないなという感じです。それではマテーラの洞窟住居群、石灰岩をくり抜いて作った住居群ですけど、行ってみましょう。マテーラでランチをいただきます。結構迷っちゃったんですけどね、まあここでしか食べれないものっていうのもちょっとセレクトしたかったんですが、ちょっと名前がよく分かんなかったのもありまして、とりあえずここの多分現地で作っているソーセージとマッシュルームのピッツァを注文しました。それより何よりご覧ください。この洞窟住居のことをサッシと呼ぶんですね。これ昔ながらのスタイルを、昔の人はこの石灰岩をくり抜いてその洞窟で暮らしていたらしいですし、今も暮らしている方が結構いるということで、まあ一からくり抜いたというよりは雨風でちょっと洞窟がの基礎、洞窟らしきものがもう結構できているような場所だったらしくてですね、その地の利を利用して、住み着いたということらしいです。ギリシャ正教の人たちが、迫害されて逃げ延びてきて住んだとか、農家の人たちが、まあ、都合がいいから住んだとか、まあ、いろいろな、流れがあるそうですけれども、はい、味がありますよね。これはすごいよ。もうね、町そのものが世界遺産ですし、町そのものがもう見どころなので、あらゆる場所、あらゆる路地、階段、もう街角、あとは
それも全部日のね入り方によって表情も変わるでしょうし、まあ、正直写真とか撮る方にとっては、まあ、最高の場所でしょうね。まあ、映画の数多くの映画の舞台になったのも結構うなずけますね。味あるわ。あとですね、イタリア旅行をする際にぜひ注意していただきたいのは、グリーンパスを問答無用で求められることですね。ちょっと長距離バスに乗るときもそうですし、あとは室内で食事をするとき、もう無条件グリーンパスっていう感じで求められるんですよ。なのでまあはっきり言ってしまうと、グリーンパスすなわちワクチンパスを持ってなかったら店内で食事もできないし、長距離バスとかには乗れないと、かなりね、不便になると思いますね。まあ国によって緩いところとかはかなりありますから、もうワクチン打たなきゃでしょっていうことを言いたいわけじゃないんですけども、とにかくイタリアはもう事情とかあれ抜き、当然のように、ルールとしてグリーンパスの提示を求められますね。はい。なのでイタリア旅行をする際は気をつけてください。なんか見た目は結構シンプル、手作りなのかなっていう感じがするけども、手作りでしょう当然イタリアで、ね、どうでしょうねお味は。マテーラ最初の食事をいただきましょう。地域によって多分ピザのスタイルも違うんでしょうね。ナポリとはまたちょっと違うな。生地がもちもちしてない。いただきます。うん、なるほど。うん、オリーブオイルの香りがね強いね。イタリアでピザまずいとかってあんのかな。今でこそねこのように観光地化されてますけれども、このサッシ洞窟住居ですけどね、当時は結構不衛生だったみたいで、貧困層の人たちが住んだりとか、まあ、追いやられた人たちが住んでた場所なので、まあ、かなり不衛生だったみたいですね。まあ、なので生まれてきた赤ちゃん新生児の 50% しか生き残ることができなかったと。あとは家畜ロバとか鶏を同じあの寒さとかあの盗まれることを恐れて、同じ部屋で家畜も飼ってたと。だから家畜と一緒に生活するんですよ、ロバとかね、あの鶏とかと。まあ不衛生ですよねまあそういう日の当たらない、あとは通気性が悪い、あの風通しが悪いと、窓がないとか、まあ、そういった問題があったので、まあ、非常に不衛生だったみたいですけど、まあ、なのでマテーラのサッシ洞窟住居っていうのはなんかちょっと独特な雰囲気、ちょっとこう素朴で、まあ、洞窟ですからね、ちょっと暗い雰囲気もあるかもしれませんね。まあ、本当に日の当たらない街だったところが、まあ、世界遺産になってからあのまた戻ってきて住み始める人とかもいたそうで、まあ、今となってはね、まあ、世界的に有名な映画の舞台にもなって、まあ、これからますます観光客も増えるでしょうね。それではマテーラの街行ってみましょう。